大見国分寺市被告マサジ席推定地国マサジ席の推定地国マサジの地、大見国分寺は大見国志賀郡古市里にあった古代寺院。寺跡は滋賀県大津市光が丘町付近に推定される。定額寺で平安時代初期に大見国分寺の自覚を継承した。最長が葬石を置いたことが知られる。創建は不詳。シャ会議業所の記述によれば、 天平法治5年以前から存在したのは確実で、ホラグー付近に立地したとみられる。幸福時間無調書では、天平法治5年のホラグー戦闘に伴い、ホラ寺が創建されたと見えるが、このホラ寺との関連性を指摘する説もある。また背景に関しては、志賀郡古市里の豪族である大友丹波三つの尾人の宇治寺としての創建と推測する説がある。 最長肖像奈良時代の国、マサジに関しては、最長が創籍を置いたことが知られる。伝行大修行行期では、最長は、法規10年に、国マサジ僧になったという。また、見解論では、国将次僧最長について、法規8年に、大見国分寺に入り延暦4年に、国分寺を離れて、比叡山中に入ったとしており、その頃に、国、 マサジに葬石を置いていたと推測される。公認11年には、大見国の国部掃寺が延暦4年の火災消失以来に再建されていなかったため、大見国師が願い出て、定額国マサジを国部金光明寺となすことや、上六の社迦像の増留と七十頭の修理が許されたと見える。当時までには、定額寺として、循環寺の位置づけにあり、七十頭も備えた。 テラ姿であった。なお、前期大見国部総治の所在地に関しては、諸説あって明らかでない。延長5年成立の演技式取税上の規定では、大見国の国分事業として、稲6万束が当てられている。天縁4年には、大門が大地震で倒壊した。また、肝心元年には、国部山寺の火災の飛び火により消防している。その後の変遷は不詳。 後家次第、荒和皇期、玄平清水期に国分寺の記載は認められるが、これらについては地名化したものとする説がある。寺跡の所在地は不明。文献上では、玄平清水期に、合わずの国分寺の美写問堂と見えるほか、西宮城、北山省、後家次第の記述から瀬田橋近くに所在したことが、示唆され、大見与知市略にもうつ市の国部地区付近での、 関連小辞名が記載される。現在では、大津市光河丘町の市が職業能力、開発促進センター一帯の大地上で、多量の古河原が出土しているため、同地付近の所在と推定されるが、移行の検出には至っていない。現在は、付近の西蘭小学校内に石碑が建てられている。関連遺物として、西宝寺境内では、国分寺のものと伝わる礎石が、 主狼基団、庭石に転用されて依存する。また、大津市国部に依存する大型礎石について、伝承では、ホラグーの建物礎石とされるが、その大きさから大見国分寺の東神祖の失敗策と想定する説があり、その説の中では切り出し途中での損傷等により、同地に放置されたと推測される。なお、現在は、北方の大津市別府に、 相当州国分寺があるが、これは、元は、大見国分寺の別所として混流された寺院という。源義仲の戦乱で消失した後本尊は、若宮八幡神社に移されていたが、宝永三年に、是々藩主の本田光景が新楽寺として混流、後に国分寺と改称した。また、国政寺水定地と同じ第一条の南東方では、河原出土地が知られ、 この付近を、大見国部アマデラートと推定する説がある。原点出点。ありがとうございます。